8月19日の中日ドラゴンズとヤクルトスワローズの試合石川選手が頭部にデッドボールを受けました石川選手の怪我の状態と一軍の試合に復帰できるまでの時期がある程度判明しました中日ドラゴンズのファンからヤクルトの田口投手が試合を終わった後にパフォーマンスを行ったことについて批判の声が上がっていて田口投手も声明を出しておりますのでこのあたりも見ていきましょう 8月19日の試合、石川選手はヤクルト戦で初回に12号のホームランを放っています。まあ、ただ7回に木沢投手から左頭部にデッドボールを受けて結構速い球だったんですけれども、まあ、このデッドボールを受けてうずくまると。まあ、場所としてはフェイスガードとか、まあ、あの辺りに近い部分で、まあ、左の頭にもろにぶつかったというような感じでしたね。まあ、この後担架で運ばれて 緊急搬送ということになりましたからファンの方々からも、まあ、当然、不安の声っていうのが上がっていました立浪監督が試合後石川選手についてこのようにコメントしています病院には行きましたが意識はありましたし会話もできていたただ場所が場所なのでしっかり調べないとそして8月20日以降の試合出場については病院での検査の結果を見てからというふうに語っていました、まあ、中日ドラゴンズの現在の打線の軸というのが、まあ、間違いなく石川選手で こここでで抜けてしままうっていうといいのは本当に痛いところでありますただ、それ以上に石川選手に大事がないことを多くのファンの方が祈っているというような状況でございました中日ドラゴンズはこのヤクルト戦なんとか5位のチームですから3連勝して順位を一気に詰めていきたいというところだったんですけれどもいきなりの2連敗でこのカードは負け越しが決まってしまいました。 ゲーム差としても4.5と広がっておりますしなかなか中日ファンとしても苦しい中でそんな中で石川選手に頭にデッドボールが当たってしまったということでかなりファンの方々としても苦しい状況だと思いますそんな中石川選手の怪我の状態が判明しましたのでこちら見ていきましょう石川選手ですけれども左側頭部の打撲という診断が出ています20日以降については状態を確認し判断する予定というような報道がありました 脳震盪とか、そういった大事には至らず、なんとか打撲だけだったというような診断でございまして、これについては、もうひとまず安心ということですね。チームの状況を考えても、石川選手、正直、もう無理をして出場するというような状況ではないと思います。正直、もうクライマックスシリーズ出場というのが、かなり厳しいところでありますし。 来年に向けてのシーズンというような状態になってしまっていますから石川選手は今シーズン無理して出場することよりも少し大事をとって休みつつ来シーズンに向けて調整していくというような状況の方が石川選手にとってはいいのかなとそしてチームにとってもいいのかなという,ふうに思いますねやっぱり頭へのデッドボールっていうのは身体的なダメージだけでなく打者の心理的なトラウマになってしまうケースっていうのも結構多く見られるんですね。頭ににデッドボールを受けるようになってから バッターの方であればちょっと踏み込めなくなってしまうとかピッチャーであれば打者にデッドボールを当てて腕が振れなくなってしまうとか、まあ、こういった心理的な部分というのもかなり大きいデッドボールになると思いますなので石川選手にはメンタル面も含めて完全復活というところを期待したいですね石川選手の今シーズンのここまでの成績を振り返っていくと打率が2割4分8厘ホームランが12本38打点出塁率2割九分5厘 OPS が0.710という数字になっています 若い選手とはいえ、まあ、4番も打つことも結構多かったですしホームランも2桁乗って、まあ、かなりいい成績というか、まあ、見れる数字にはなってきたと思います、まあ、ただ石川選手本来のポテンシャルを考えるともっともっと OPS でいうと0.8を超えてホームランで言えば20本を超えてと、まあ、こういった数値を期待したい選手ですし、まあ、7月の成績を見るとそれぐらいのポテンシャルはあるのかなというような印象があります なので2024年はまあ石川選手、ホームラン20本以上そして打率でいうと2割8分以上 OPS でいうと0.8以上これぐらいの数値を期待したいなというふうふに思いますし石川選手がそれぐらいの数値を残していかないと、まあ、中日ドラゴンズの最下位脱出っていうのもなかなか見えてこないと思います続いてヤクルトの田口投手が試合後にパフォーマンスを行ってこれについて中日ドラゴンズのファンが激怒しているということで見ていきましょう。 ヤクルトの田口投手はこの中日ドラゴンズの試合に勝利したということで高齢、まあのヤクルトファンに向けた簡単なパフォーマンスというのがありました、まあ拍手、手拍子に合わせてちょっとした踊りを行うと、まあ、かなり短いパフォーマンスではあるんですけれどもこれが中日ドラゴンズのファンを激怒させてしまったと。 通例のことではあるんですけれども、今回はヤクルトの投手がデッドボールを当ててしまった、しかもそれが場所としては頭、そして石川選手が病院に運ばれているというような状況でありまして、そんな状況でパフォーマンスをするのはどうなんだということですね、中日ドラゴンズのファンの方から批判の声が上がっているということですね、田口投手がご自身の SNS を通して、こうした謝罪を行っています、先ほど石川選手が病院へ搬送されたとニュースを見ました。 試合中試合直後だったので情報が入っておらずいつも通りスワローズファンの皆様へのパフォーマンスを行いました石川選手の無事を祈りますそしてドラゴンズ関係者の皆様不快な気持ちになる行動をとってしまいすみませんでしたというコメントになっています 当然ながら田口投手とすると、まあ、デッドボールで病院に運ばれているというところまでは頭に入っていないというか、まあ、頭にそこまで強烈には残っていなくてだからこそまあいつもと同じようにパフォーマンスを行ったということで全く悪気はなかったとは思うんですけれども、まあ、こういったところが少しドラゴンズファンの方のあ心を 逆でしてしまったというかちょっと不快な思いをさせてしまったということですねやっぱり試合でのパフォーマンスであったり SNS での発信とかこのあたりっていうのはまあ状況を考えてやってくれということで問題視されるケースっていうのも多くてやっぱり選手も一つ一つの行動により気をつけなければいけないとそういった状況になっているのかなというふうに思いますねでは続いて石川選手がここからまあ数試合欠場するということになると抜けた穴に誰が入ってくるのかこのあたり見ていきたいと思います 石川選手はサードということで基本的にこれまでも膝の怪我とか何かあって抜けた時には高橋周平選手が入っていくというようなケースが多かったですね高橋周平選手サードの守備も上手ですしバッティングとしても得点減打率は高い数値が残っていますただ現状の高橋周平選手がどれぐらい打てるかっていうのは結構把握済みなところがあって ホームランはなかなか出ない打率でいうと2割前半から中盤ぐらいそして、代打で起用するといいところで打ってくれることもあるとそういった感じでございましてサードの守備もうまいということでやっぱり来年もバックアップで起用していくという方針は間違いなく変わらないと思うんですよねやっぱり石川選手の膝の状態とか守備の状態とかこういったところも考えて高橋周英選手が守備固めで入ったりとか代打の切り札として使われていくとかそういった状態になると思います。 なので石垣選手、ここまでチャンスがほとんどなかっただけに高橋選手と石川選手の天秤にかけるということであれば石垣選手を起用して現在、石垣選手が1軍でどれぐらいプレーできるかっていうのをしっかりと見極める必要があるのかなと思いますねやっぱり最低でも数十打席今シーズン中に与えて石垣選手がどれぐらいの成績を1軍で残せるかというところですねやっぱり2軍では二遊間の選手の中では圧倒的と言えるぐらいのいいバッティングを見せていましたし 打撃成績を見てみても、デューク選手とか村松選手とかとレギュラー争いをしても全くおかしくないというような成績が2軍では残っています、そして石垣選手はこれまでのプロでの年数を考えると、まあ、正直これがラストチャンスというようなところもありますし、まあ、立浪監督も村松選手とか、デューク選手とか田中選手とか、まあ、こういった選手に期待が移ってしまっている感じもありますから、やっぱりここで結果が残せないとなると、現役ドラフトとか、まあ、トレードの可能性というのも十分考えられると思います。 なのでショートにリューク選手、セカンドに村松選手、サードに石垣選手とか、まあ、石垣選手をセカンドとかショートに入れるとか、まあ、こういった布陣を組んで石垣選手がどれぐらいやれるのかというところをラストチャンスを与えてほしいなと思いますね、まあ、正直ドラゴンズの現状を見ると目先の一勝を取っても仕方がない状況ではあるのでやっぱり来季の布人の組み方とかその辺りまで想定して起用していってほしいなというふうに思います。以上です。